兄ちゃん、僕反省しきれません。は、ゆずきまりの短編小説集。1998年5月に、ポプラ社から発刊された。1998年度読書、感想が中央コンクール指定と書中学校、高等学校の部に選定されている。昭和30年代、街頭テレビ、銭湯、夏祭り、倉間天狗、雷親父。 住む人すべてがそれぞれの味を持つ東京下町を舞台にしたユーモア小説であり街中が生きた図書館のようだった時代の少し病弱な主人公の僕目線でガキ大将な兄ちゃん高校の教師で一風変わった父さん呆れながらも家族を包み込む母さんで構成される一家が近所の人々を巻き込んでいく姿を痛快に描いている続編に父さん 僕面倒を見切れません。ガール。昭和30年代、街頭テレビ、銭湯、夏祭り、倉間天狗、雷親父、住む人すべてが、それぞれの味を持つ東京下町を舞台にしたユーモア小説。街中が生きた、図書館のようだった時代の少し病弱な主人公の、僕目線で、楽器大小な兄ちゃん、高校の教師で一風変わった父さん、呆れながらも、 家族を包み込む母さんの一家が近所の人たちを巻き込んでの人情があって痛快な短編小説である過去の指定図書全国学校図書館協議会2014年3月20日閲覧ありがとうございます